A 子さんは昔からとっても美人だったので、近所でも評判でしたよ。そう話すのは、関西圏にある A 子さんの実家近辺に住む主婦。彼女は今会員制の美容サロンを経営していて一等うちにあるビル内に2店舗も持っています。よ、最近は忙しいみたいで、実家にはほとんど帰っていないようです。近所住人、だが、実家にいるはずの A 子さんの両親の姿もここ数日、見かけたものはなく、 彼らの自家用車も消えたままだ。日大の関連会社、日本大学事業部を舞台に2億2000万円が不正に流出したというもの、この資金流出に関与したとして、東京地検特捜部は3年前の日大アメフト危険タックル事件で隠蔽工作に動いた日大理事の井ノ口忠夫容疑者64と、大阪の医療法人、金秋会前理事長の矢部本正美容疑者61を逮捕。 両容疑者が、肥大に2億円近い損害を与えたという背任容疑でした。全国紙社会部記者。さらには10月27日、付属病院で使う医療機器の調達でも日大に2億円近い損害を与えたとして、両容疑者は背任容疑で再逮捕された。井ノ口容疑者は否認しているが、矢部本容疑者は、一連の背任容疑を認めているという。 すでに日大のドンこと田中秀俊、理事長74にまで東京地検特捜部の手が伸びていて注目を集めています。ですが、取り調べに対して田中理事長は事件への関与を全面否定しています。社会部記者 宝塚談後、生活がどんどんん派手に。そんな中10月22日にデイリー新潮が日大資金流出の背景にいたある女性の存在を報じたそれは籔本容疑者の愛人で元宝ジェーンヌの A 子さんだ彼女をよく知る宝塚関係者はこう話す A 子さんは関西圏にある高校を卒業後宝塚歌劇団に入団しましたきり とししたたたた。顔立ちででだったため、男役でしたその頃は目立つ存在ではなかったようで宝塚には強烈なキャラクターの人が多くて基本的にしゃしゃり出るタイプばかりでも彼女は本当におとなしくて穏やかな印象しかないですね宝塚関係者男役スターとして7年ほど活躍した後20代後半で退団すぐに美容サロンを経営することになるのだがその頃から周囲からこんな声が 対談直後にサロンを開く資金は一体どこから出ているのか A 子さんには経済的な援助をしてくれる強力なパトロンがいるという噂が流れ始めました宝塚関係者宝塚時代は地味だった A 子さんだが退団後の生活はどんどん派手になっていったという。 特にここ数年のの金回りの良さは異常でしたね。モナコやパリハワイなど数々の豪華な海外旅行の写真を自身の SNS にアップしていました現地に向かう飛行機内の写真もアップしていてそれが個室っぽい感じでのんびり足が伸ばせていてきっとファーストクラスだったんだと思いますしかし籔本容疑者が逮捕されると A 子さんの SNS からはセレブぶりを伝えるような写真は全て削除されたという。 宝塚関係者はこう話す、残っている投稿といえば宝塚の同期のことのランチや友人との感激などお金の匂いがしないものばかりでした。ブログはすべて削除されていました。ことの真相を確かめようと、A 子さんが経営する美容サロンを訪ねた。だが、受付の女性しかおらず、A 子は基本的に出社しません。別の店舗に行ってもおりませんよ。とのこと、連絡が取りたいと。 記者が名刺を渡すと、一応本人には伝えておきますので、と答えたが、いまだに連絡は来ていない。籔とは取り調べで、流出資金のうち1億円をずりし、クレジットカードの支払いなどに当てたという、日大バブルもついにここまで、元宝ジェーンヌが手に入れた貢ぐ君もあわと消えたようだ。